オールザット・ジャズは日本の競争馬名前の由来はカンヌ映画祭パルム、ドール受賞の名画、オールザット・ジャズ。主な勝ち倉は2012年、2013年の福島ンバステークス。デビューは4月10日の阪神の未勝利戦。2戦目の4月30日の京都で初勝利。その後3戦を挟んで10月の新潟の500万下の 牧特別を人気に応えて2勝目を飾った。そして千万たながら GI エリザベス城を拝に出走も15着惨敗となった。年末の阪神の境港特別を直線抜け出して3勝目を飾った。1月の京都の準オープンのアスカステークスを人気に応えて4勝目となりオープン入りを果たす。3月の中山頻馬ステークスは 後方から最後追い込み2着に食い込んだ。そして福島品馬ステークスは直線抜け出して追い込む、コスモネモシンを振り切り重勝発制覇を果たす。しかし2番人気で迎えたビクトリアマイルは、後方のままいいところなく16着惨敗となった。その後品馬限定戦に出走するも勝ち倉を上げることはできなかった。1月の日経新春杯出走も12着に敗れ、 3月の中山品馬ステークスは一番人気に押されるも3着に敗れた。そして福島品馬ステークスを勝利し、連覇を果たした。その後6戦下が勝てず、2014年2月27日付で競争馬登録を抹消、故郷の藤原ファームへ戻り繁殖品馬となることが発表された。netkeiba.com より、ありがとうございます。